ビーチクラフトボナンザ航空大学校所属のボナンザ A36 ビーチクラフトボナンザはビーチエアクラフト社が開発した単発レシプロ系飛行機シリーズ、剣道な訓練機、高級な自家用機として高く評価されている。1947年から生産開始されたが時代に合わせて改良され続け、現在も生産が続く長寿な機体。 現在のビーチクラフト社の発展の基礎を築いた、商業的にも、技術的にも重要なモデルである。技術的には、戦後のビーチ社の創発機シリーズの出発点でもあり、ボナンザをベースに創発化したものとして、モデル95トラベルエア、モデル50ツインボナンザがあるが、前者は後にバロンシリーズに発展、後者もモデル65クイーンエアを経て、キングエアシリーズへと発展し、 それぞれ現在も生産が続く。軍用機としては T-34 及び、その派生型の使用機。特殊な例として、無人電子偵察信号中継機の茶 -22 が存在する。ボナンザ B35 ビーチ社では、第二次世界大戦中から、来たるべき戦後の民間航空市場向けの小型単発機の開発に着手していた。戦前、ビーチ社では、 モデル17が好評で、副容器ではあったが4人乗り単発機に大きな、星型エンジンと引っ込め足を搭載した、小型ながらも豪華な高速機であった。モデル35の開発コンセプトは、大人4人と手荷物が積める、自動車のように手軽で快適な軽飛行機というもので、構造的には全く一新し、単用、全金属性、水平対抗エンジンを採用、斬新なデザイン。 小型軽量化など、新しいインストゥルメントパネルは、明るい色彩に曲線を多用し、従来の航空機の軽基板というより、自動車のダッシュボードに近いものである。特徴的なスローオーバー式操縦桿も、通常は操縦することの少ない前席右席の、同乗者の快適さに貢献することを目的としていた。 発売初年度に1500機を生産するほどの爆発的な売れ行きを見せたボナンザは、当時のアメリカ製乗用車がそうであったように、毎年改良されニューモデルとして発表された。その後1982年まで生産が続き、モデル35だけで1万機以上生産され、その名の通り、最も成功した商業製品の一つとなった。モデル35,486機生産。 VB 翼の角度は120度、主翼桁は交換構造、前輪は操打機能を持たない。当初、搭載エンジンはコンチネンタル車程 E-165 であったが、モデルイヤー半ばで E-185 から1に出力増加された。プロペラはビーチクラフト時制の木製に羽電動化変ピッチ、ソリッドステート電子制御による低速装置は遠心式ガバナーを備えない。 最初期40機はエルロンとフラップが骨の張りである。モデル 35R14 機生産。モデル A35701 機生産。主翼下タ構造をアルミ板組み立てに変更。機体強度向上。ギア、フラップ下げ速度の引き上げ。前輪の相談が可能になる。対空有類。モデル B35480 機生産。出力向上。コンチネンタル射製 E185 から8搭載。最大フラップ下げ角が増加。操縦管は、パイプ形状から平面的な形状に変更。モデル C35309 機生産。出力向上、コンチネンタル車製、E185 から11搭載。プロペラが、木製からアルミ製に、材質変更。よ方向の安定性増加のため、VB 翼角度を変更するとともに、 現長が20%延長された。主翼根元にフィレット追加。収納式の乗降ステップ。モデル D35-298 機生産。モデル E35-301 機生産。搭載エンジンが E185 から11または E225 から8の2種類からの選択式になった。電動式プライマー。エルロンドリム装備。 モデル F35-392 機生産。クォーターウインドを追加。VB 翼の構造強化。2種類のエンジンから選択式であったが、大抵の顧客はパワフルな E-225 から8を好んだ。オプションで翼内追加燃料タンク。モデル G35-476 機生産。搭載エンジンは E-225 から81種類のみ。これは、 前年ほとんどのオーナーがパワフルな E225 を選択したことに起因する。ウィンドシールドを増圧し、静粛性向上。ギア下げ速度がさらに引き上げ。モデル H35-464 機生産。出力増加。コンチネンタル射精をマイナス470。G 搭載。VB 翼の構造強化。モデル J35-396 機生産。燃料噴射装置装備。 コンチネンタル車製、IO470C 搭載。モデル K35436 機生産。翼体形状の変更。オプションで、後部荷物室に、第5席が装備可能。モデル M35400 機生産。モデル N35280 機生産。コンチネンタル車製 IO-470N 搭載。後部クォータウィンドウを大型化。 上降用ステップを胴体固定式に変更。モデル P35467 機生産。軽基板デザイン変更。基調席正面の主要軽機がフローティングマウントになり、右席前にアビオニクス用スタックを重列配置し、装備面積を増加した。モデル S35337 機生産胴体を延長し、最後部第3列に。 オプションで5から6隻目を追加装備可能になったほか、後部クォータウィンドウの形状変更、出力増強、コンチネンタル射精ア o ーマイナス520、B 搭載、出力向上に応じて、エンジン取り付け稼働を変更し、離陸時、上昇時の半トルクによる左変更を減少させた、モデル V355555 期生産、全面風防の中産を廃止し、一枚物へ変更、 前方視界の向上。モデル V35A413 機製産全面風防が空気抵抗を低減する形状に変更スピード。スイープウィンドシールドモデル V35 バイト1325機。生産。1972年天井配置の換気装置を増設。1978年には、電装品が24ボルト仕様になり、足の引き上機構の改良。 引っ込目に要する時間の短縮。1982年の21機をもって、生産終了。V が旅よく、ターボ化級モデルモデル V35TC79 機、生産モデル V35ATC46 機、生産モデル V35BTC7 機生産1970年に7機、生産され、ボナンザカイ 33A モデル35の V が旅よく、配置を、 通常の単美欲形式に改めたモデル。ビーチ社は、モデル35とは異なる。顧客層をターゲットに、標準的な尾翼のモデル33を開発した。モデル35ベースであるが、より廉価なマーケットを狙ったため当初は、内装等の装備も簡素であった。V 字尾翼のモデル35は、上級機種という位置づけで、これと区別して、デボネアと呼ばれたが、 市場の要望により次第に高級化されてゆき、1968年のモデル36の登場を機に、33.3536の各型で一つのボナンザシリーズを形成するということで、デボネアからボナンザに改名された。モデル35から33デボネア233機、生産、IO-470 税搭載。 モデル 35A33154 機生産。機体全体の塗装を標準装備。内装アクセサリー類の充実。オプションで、ピトを引いた選択可能に。モデルイヤー後半のモデルは IO、IO-470K に換装された。当時のカタログ価格は21750ドルモデル 35B33426 機生産。IO-470K 装備。 垂直尾翼根元に、ドーサルフィンを装備、軽ーキ版デザイン変更、基調席正面の主要軽ーが、フローティングマウントになり、右席前に、アビオニクス用スタックを縦列配置、操縦席バックレストが、調節可能になった。当時のカタログ価格は23,500ドルモデル 35C33304 機生産、IO-470 系装備。 全面風防の中山を廃止し、一枚物へ変更。モデル 35C33A179 機、生産。モデル 35C33 の高出力型で、IO-520B 装備。想定ライバル機のパイパー射精、コマンチに高出力型が存在したため、それを念頭に置いて、高出力型が開発された。以後、モデル F33 まで2種類 当時のカタログ価格は3万1000ドルモデル E33116 機生産。IO-470 系装備。全面風防がより空気抵抗の少ない形状に、形状変更。この年から相性がボナンザに変更となる。モデル E33A85 機生産。モデル E33 の高出力型で、IO-520B 装備。 モデル F33-233 機生産 IO-470 系装備。後部クォーターウインドウの形状変更。1970年のみ生産された。当時のカタログ価格は34,150ドル足として、イランが生産した、デッドコピー品であるパラツが存在する。モデル F3A1502 機生産。モデル F33 の高出力型で、 IO-520B 装備。1970年後半から胴体が19インチ、延長され、6席配置が可能になるとともに、大型カーゴドアを装備する。当時のカタログ価格は単動モデル38,150ドル、ロングモデル41,600ドル。1971年からはそれまで上位機種であった、モデル V35 バイトと装備が全く同一となる。 1984年に、モデル36は大々的な軽基板の改良を受けるが、モデル33は変更されることなく1994年の最後までスローオーバー式操縦艦で生産された。モデル G3350 機生産 IO-470N 装備、IO-470 のモデル33は1970年で、 一旦生産をやめたが、1972年になって、G33 として復活した。1973年まで生産された最後の IO、IO-470 モデル。装備などの内容は1972年モデルの F33A に準ずる。1960年代後半になると、セスナ車星206、207シリーズ、パイパー車星、チェロキー6シリーズなど、 単発機でもキャビン容量が大きく、荷物もたくさん積載できるモデルが登場し、新たなマーケットを形成し始めた。そこで、ビーチ社は、モデル33の胴体を延長し、このような多様と貨物機のマーケット向けにリリースした。現在もモデル G36 の生産が続いている。モデル36-184機生産、コンチネンタル社製アイオマイナス520搭載。 モデル36は、モデル33の胴体を、4桁から前方へ延長するとともに、後部隔壁を、さらに後方へと移動することで、フル6席となり、胴体後部右側に、観音ミラキドアを設け、居住性と実用性が、飛躍的に向上した。モデル A36 前期型主翼端部形状変更、胴体後部形状変更、モデル36は、 当初の目的が多様と貨物機であったため簡素な仕様で登場したが、顧客がビーチクラフト機に求めていたのは豪華さであり、ビーチ車の開発意図とは裏腹に、市場からはリムジンのようなキャビン容量と雰囲気が評価された。それに応えるようにモデル A36 は年々豪華になっていき、コンパートメント風の向かい合わせリアシート配置や、 マホガニー製の折りたたみ式テーブルなど上級機種、キングエアのような豪華さとイメージで瞬く間にボナンザシリーズのフラッグシップとなった。モデル A36 後期型エンジンをコンチネンタル射精 IO-550B に強化。エルロン前方の主翼前縁にボルテックスジェネレーターを装備し、極低速域でのエルロン操打性を向上させた。気圧連動式の混合自動調整を廃止し、 ピストン、コンロットなど、回転部品のバランス取りを施した特別仕様の、コンチネンタル IO-550B エンジンを標準装備する、スローオーバー操縦管を廃止し、一般的な複式操縦系統となった。エンジン操作レバー類は、プッシュプル式から、クオドラントレバー式に改め、散在していた各種スイッチ類も、機長席前面のスイッチパネルに集中し、操作性が向上。 足操作レバーとフラップ操作レバー位置を一,一般的な配置に変更。従来よりボナンザシリーズの特徴及び注意点とされていたものを一般的なレイアウトに変更した。エンジン系機にはレシプロ機としては初めてタービン機スタイルの小型系機が採用され、後に他社製レシプロ機にも影響を与えた。これらによってアビオニクスのパネル面積が増加し、アイハー訓練機として より適した景気レイアウトが可能となった。2000年からは、アビオニクスに GPS、NAV、COM の複合システムであるガーミン社製 GNS500、400シリーズを搭載、キング社製、KFC225 オートパイロット、オプション装備のストームスコープ、車人フューエルマナジャミント、テレインアラートなどによって、より複合的で高度なフライトマネジメントを可能にしている。 モーストアイファーケイパブルボナンザとは、当時のカタログの弁。カタログ上の選択モデルとして、高級乗用車メーカーのジャガー社との、コラボレーションモデルモデル A36TC271 機、生産コンチネンタル車制強マイナス520、搭載、体型シングルターボ、インタークーラなし、カウルフラップなし、モデル B36TC394 機生産主力スパンを延長し、 高高度性能を向上させた。1984年、一般的な複式操縦系統に改められ、2000年から、ガーミン社製 GNS500、400シリーズ、キング社製 KFC225 を搭載した。ボナンザは、機体強度が高いことから各国で、訓練機に用いられてきたが、さらに機体強度を向上させ、極技飛行が可能なモデルが開発された。 ビーチ車の既存の大型機種の部品を流用し、垂直尾翼の外反増圧、胴体部分のストリングが追加、方向打装打策の強化などが施された結果、荷重プラス 6G-3G までの極技飛行が可能となった。専用の燃料ポンプ、ショルダーハーネス、G メーターを特別装備する。外観上は、脱出に備えた、クイックリリース式のドアで容易に判別できる。 モデル E33 バイト E33 の極技飛行バージョン、標準エンジン型。IO-470 系装備。モデル E33C25 機生産。E33 の極技飛行バージョン、高出力エンジン型。IO-520B 装備。当時のカタログ価格は38,250ドルモデル F33C154 機生産。 F33A の曲技飛行バージョン IO-520BB 装備1973年から胴体が19インチ延長され1987年まで生産された1987年当時のカタログ価格は184,500ドル極儀の科目としてはエルロンロール、バレルロール、インサイドループ、インメルマンターン、9番8、スプリットエース。 スタークロスなどが承認されている。以下は F33C の代表的な曲技軌道における速度である。曲技飛行を披露するボーナンザ海 33C 最大、開始速度、シャンデル1 4 5 k t s 0 g 8 1 4 5 k t s 9旋回 145KTS 推奨開始速度 167KTS9 番と1 6 7 k t s インメルマン176 KTS スローロール141、KTS バレルロール132、KTS シングルスナップロール96、KTS スプリット S79、KTS 詳細は、T-34 を、参照ターボプロップエンジン単発の試作機、ピストン総発用圧機であった、モデル 58P、プレッシャーライズドバロンの主翼、胴体を流用し、機種にプラットホイットにいかなダ製。 PT6A-40 エンジンを搭載した単発ターボプロップ機という新しいカテゴリーを見据えた講師であった。当時の市場がターボプロップ単発機に対してそれほど成熟していなかったことに加えてモデル 58P の胴体を流用したことによる制約、すなわちキャビン容量に比して機体価格が比較的高価になることが予想されたので量産されることはなかった。 後に登場したターボプロップ単発機である、パイパー車製マリーブーメリディアンやサコタ車製 TBM-700 シリーズが、現在も好評であることから、ビーチクラフト社の先見の民が見て取れる。ブラジルブラジル軍では、A35 ボナンザを UC、UC-35 として使用した。米軍の UC-35 とは、無関係。 コートジボワールコートジボワール空軍は6機の F33 を装備していると伝えられるが詳細不明。キューバキューバ陸軍航空隊は1947年の春から夏にかけて6機の35を購入した。革命前に全機体役したと言われる。ハイチハイチ空軍は1機の F33 を1975年に購入し、1989年に民間に払い下げられるまで使用していた。 インドネシアインドネシア海軍では2機の F33A を1980年に導入した。なお、インドネシア空軍では T-34 を使用している。イランイランは、王政時代に F33A 及び C 型を50機弱装備した。戦闘機などと異なり、この種の機体は、整備、部品入手等も比較的容易であることから現在でも20機程度の機体が、 稼働状態にあるとみられる。イスラエルハガナーの航空部門シェリットイビアは1948年5月に2機の AA35 を南アフリカ共和国から購入し、また1機をオランダから購入した。これらは、スデドブ基地のテルアビブ飛行隊に2機、ヤブネ基地のガリラヤ飛行隊に1機配備され、独立戦争で使用、うち1機はエジプト軍のスピットファイアにより破壊された。この時期に、 ユダヤ側が入手した、ボーイング B-17 やダグラス DC-3、同様、よくかに、小型爆弾を搭載できるように改造されていたと、言われる。独立戦争後もイスラエル空軍で、連絡機として1950年代まで使用された。また現在では20機前後の A36 を、第135飛行隊で運用している。メキシコメキシコ空軍、メキシコ海軍は共に、 F33C を使用している。またかつて空軍は B45 を使用していた。スペインスペイン空軍は53機の F33A 及び C 型を練習機 E24 として使用した。現在は30機程度を使用している。またかつては T-34A を E17 として使用していた。大体空軍は1951年から54年の短い期間。 小数の M35 を連絡機として使用した。マタルタフ -2 として知られるコピー機の生産もいった。ローデシア末期のローデシアで武装した V35A の存在が確認されている。アメリカ合衆国アメリカ空軍では1965年、ベイブコイン計画のもとに武装した D33 の1機を試験した。この機体は後に、ヤウ -22A となった。また、 1969年から1972年にかけて通信中継型の茶 -22 ペイブイー,イーグルを運用した V35 バイト出展分殺百科週刊ワールドエアクラフトナンバー542000年デアゴスティーニシャ A 単語ボナンザは良質の鉱脈という意味で大当たりのといった感じで使われる Aerofligt.co.uk h 電話アビブスカドレンハット Aerofligt.co.uk h ガリレースカドレン、ありがとうございます。